皆さんこんにちは。よくナッチを説明するときに象のイラストが使われます。なぜナッチは象なのですか？人間の心には感情と理性があります。なんとなく理解できますよね。ひょっとしたら私たちは感情と理性のことをきちんと理解してないかもしれないです。感情というのはとても大きな存在です。まず私たちは相手に話したときに最初に感情が反応します。そして遅れて理性が反応するという関係になっております。ただこの感情というものがとても大きな存在なんです。我々が想像するよりもずっと大きいんです。とても素早くて大きくて優しくてでも気まぐれで、その感情の性格を動物に表すととても分かりやすいんです。その動物が象なんです。象もとても大きくてとても優しくて憎めなくてでもすごい素早く動いて時速40キロで走ります。そしてひとたび暴れ出すともう立ちどころに人間を押しつぶしてしまう。年間世界では100人の人が象に殺されています。だから私たちアフリカとかインドとかに行った時にゾウだと思ってうかつに近づいていくとちょっと危険なことに巻き込まれそうですね。人間の感情もこんな感じで暴れ出すと手に負えない、そんなところがあります。だからその人間の感情を表すのにゾウというものがイメージとしてぴったりなんです。私たちは心の中にゾウを飼っている。私はいつもこのイメージを忘れないようにしてます。象をうかつに自分の手でコントロールできるなんて決して思っていません。この気持ちを持ち続けるだけで相手に対する接し方というものが変わってきます。今日の話はここまでにします。